皆さんこんにちは、山中千です。これが出るあたりはかなりトランプさんの閣僚人事が相当ほぼ終わってるんじゃないかと思うんですね。で、前回に引き続き私は今これ出始めてちょうどね半分ぐらいはもう決まっちゃってます。重要なところはかなり決まりましたね、この数日でね。早いです、トランプ政権移行チームの スピードがものすごく早くやってる。まあそういう中で前回はイーロン・マスクとヴィヴェク・ラムスワミというこの若いこのね大統領候補のお二人に、いわゆるアメリカの政権のアメリカ政府のそのクリーンアップ、とにかくもう本当無駄が多いからここを大幅なぎなたふってカットするっていうその新しい章のね、そのいわゆる代表ということになった。で、最後に私がお伝えしたところは、あのエリック・ステファニックという私が前からこの人すごいなと思って人物、女性がね、なんと非常に重要、まあこれも国連大使というね、非常に外交能力、まあ、が必要なね、仕事。まあただこれはね、アメリカの国策を、政策を国連の場で、前でみんなの前で発表するという仕事で、ただね、これも今までのようなね、お飾りの、バイデンの時はね、黒人の、まあ、はっきり言って年取ったおばちゃん、女性でした。なんか、むにゃむにゃってよくわかんない。名前も聞いたことないのね。まあ、その、なかなかの人なんだと思いますけども、私が見た感じはね、要は単なるトランプ政権の国務省の言ってる代弁者にしか、原稿読むだけ。バイデンと同じ。ハリスと同じ。まあ、はっきり言って能力ない人はそれでも務まるんですよ。うん。日本人だって英語読めりゃ務まるっていうのは話ですよ。本当にね。まあ、言っちゃあれですけどね。まあ、だけどこのエリック・ステファニーは全く違う。非常に強い自分の意思を持って、反イスラエルとかね、反ユダヤに関しては強力にトランプさんと同じ姿勢で臨むと思いますね。つまり日本に対してもいろいろアメリカの強力な政策を言ってくる、その立場に国連の中から言う側の人だと思います。この人とワークできる方はね、僕はワークできると思いますね。日本政府はね。うん。日本の国連大使とかそういう人たちがどういう人たちがなるのかわからないけども。うん。はい。じゃあその次行きたいと思いますね。どんどん行きますね。次の写真の人はですね、これもキーパーソンですね。トム・ホーマンというね、トム・ホーマン。これはね、まあ、大ベテランです。ブッシュ政権、間違いなくオバマ政権の時から、オバマの時からの国境、いわゆるもともとはね、20、30年近く前は、30年以上前かな、この方も70近いと思うんで、そうするとね、60代、そうするとね、国境警備官だったんですね、自分自身が、現場の叩き上げ、知ってる人なんです。そこから来て、ずっとね、メキシコ国境の取り締まりを現実に知ってる人が、前回のオバマ政権でもバイデン政権は外された。だけども、オバマ政権のあたりの時はね、いわゆる移民局の局長代行かそれに近いね、してた人なんですよ。ですから非常にボーダー、つまり国境の警備が重要だということを肌身で知っている人なんですね。その人が、そしてこの4年間もいかにバイデン政策によってものすごい数の移民が不法移民が来て、それによってアメリカ国内の治安、フェンテノールという麻薬、年間10万から14万人死んでるんですよ。これベトナム戦争並みですよ。14万人、それより多いと言われてる年間ですよ。フェンテノールの事故でちょっとした致死量、使うのね、飲むなら打つのは僕は分からないけども、まあ打つのもあるんでしょう。ちょっと多くやっただけですぐ死んじゃうんです。アメリカの中産階級あたりの息子たちもすぐに、これ高校生とかねやって、ものすごい数、私の子供高校生の時の娘たちとかのね周りでもいました。なかなかアッパーミドルクラスのちゃんとしたところの家庭の子供たちがね、どん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 このフェンテノールで白い粉末で死んでるんですよ。うん、それぐらい怖いことが全部メキシコ国境を取ってきてるんです。出元はチャイナなんですよ。うん。生成してるのは、生成っていうかね、生成の前の原料はチャイナから来たやつをメキシコで生成して、それがみんなかなり不法移民が背負って入ってくるわけ。なぜか、カルテルが全部仕切ってますから。あそこ国境を通っておくのに最初3000ドルが今6000ドルとかね、もうチャイナの人たちは1万5000ドルぐらい払わないと入ってこれないんですよ。全部麻薬絡みなんです。あるいは人身売買絡みなんです。
これを絶対に許しちゃいけない、この4年間吠え続けてトランプのあの政策を戻さなきゃいけないって言ってきたのはこのトム・ホーマンさんなんですね。もう頑固一徹の親父って顔つきもしてますよね。うん、この人の話聞くといつも元気出ちゃいますね。うん、これは昔のタイプのアメリカ人だなと。まあジョン・ウェインのような感じの昔のね、映画見てるような感じですよ。ね、この人が今回 ICE、ICE って言いますね、移民局のディレクターに今回指名された。そしてこの次いきますね、これ驚きですね、国防長官です。この、ね、国防総省の国防長官というのがこれ誰なのか、これもいろんな人が実は手を挙げてたんです。なりたい。つまりこれね、アメリカの共和党の中にも、まあ、民主党もいるんだけど、元軍人多いんですよ、結構。上院下院議員で。ね、上院下院議員の中で元グリーンベレーだとか、元陸軍、元海兵隊、多いですよ。でね、なぜかってね、こういう人たちほら、当選する確率高いんですよ。アメリカ人やっぱ愛国者は多いから。そしてベトナム戦争に行ったとか、あ、ベトナムはもうだいぶ前だけどね。最近で言えばアフガニスタン戦争ね、イラク戦争多いですよね。こういうところに作戦に参加した、行って負傷してきた、あるいは帰ってきた人たち、ベテランって言いますね、いわゆる退役軍人ですよ。退役して議会に、選挙に入ってくる人たちも結構いて、その中の一人がこの後紹介しますがね、国家安全保障長官になったウォルツっていう人がいるんですね。ウォルツ。それでこのウォルツさんは、これ自分はね、国防長官になりたかったね。そういうことはずっと噂出てましたね。ただトランプこれサプライズ人事を昨日かな発表しましたね。私この人ね、ピート・ヘゲセス言うんだけれど、しょっちゅう FOX ニュースに出て、毎日僕はねほぼ毎日見てました、この人。なんか割とねコメディじゃないか、面白いんですよ。ジョークも言えるし、だけどバシッとしっかりとね、元陸軍だからグリーンベレーにいたのかな、グリーンベレーではなかったかな、だけどもまあアフガニスタン戦争、イラク戦争関わってきた、そしてその退役軍人であり、かつベストセラーも書いて、なんとハーバードプリンストン出てるんですね。だけども非常に、まあ、だから頭はいい。グアンタナモベイってありますね、グアンタナモワン、いわゆる収容所ですね。ですからイラン、イラク、アフガニスタン、グアンタナモベイ、こういうところで、勤務して実際に作戦にも戦争にも行った人なんですね。そしてそのこの4年間の FOX の、彼はコメンテーターでありながらレポーターでありながら、非常にトランプに支持する、非常に軍を支持する発言をずっと続けていた人なんです。ですからトランプさんはそれをずっと見てたんですね。そして何度も彼と会ってるし、トランプさんへもいろんなね、進言もしてた人なんです。もっとこうやってくれないかと、いろんなトランプ政権になった時にはもっと、従軍、いわゆる退役軍人への、非常に今バイデンになってもね、退役軍人への あれがね保護は良くないんですよ。ですからそれをもっと手厚くしてくれないかとかね、さまざまな元退役軍人としてのそういった訴えをずっとやってきた人がこのピート・ヘゲセスっていう人なんですね。まさかでもね、このずっと4年間全く、いわゆるほら上院でも下院議員でもなく、テレビコメンテーターレポーターですからね。ただ FOX っていうのはやっぱりまあ6大ネットワークのうちで唯一保守系、ただオーナーのファミリーは非常にトランプ嫌いで知られてるんで、前回トランプが落ちた時は即手のひら返しありましたね。これによっていっぱいFOXから離れたと言われてる。私もかなりがっかりしましたが、その中でもやっぱり 3,4 人、まあもうちょっといるかな、もっと多いでしょうけどもね、レポーターたちの中には非常にしっかりと新トランプの人たちがずっといて、この4年間もサポートしてきたんです。彼もその中の一人です。まあ彼は自分の番組を1時間もの一人で持てるほどの、まあそれほどのものではないけど、FOX and Friends とかね、FOX News and Friends かな、朝の番組でね、ずっと、まあ、1時間ぐらいのやつに何人かの人と一緒に毎日毎日出てた、こういう人ですね。はい、じゃあその次ね、マイケル・ウォルシュ、あ、マイケル・ウォルツですね。このマイケル・ウォルツはね、これ私、今年の夏も会いました。
いましたって私一人だったわけじゃないんだけどね。共和党大会私行きましたんでね、ミルウォーキーの共和党大会に行った時に彼が路上でインタビューを受けてるところ、私も隣行ってこうやってね聞いてたんで、私もインタビューしたかったんですがね、だからアメリカのああいう共和党大会ね、議員がパッと歩いてパッとね、そのローカルテレビとかね、こうやってこうインタビューとかね、ローカルのメディアやると簡単に答えてくれるんですよ。まあファンがいれば握手もしてくれる、写真もね撮ってくれる、まあ、非常に気さくな、ね、感じの、ね、マイケル・ウォロッチさん、この人も筋金入りのいわゆる軍人です。彼はね、まあ、これはフロリダ選出のいわゆる下院議員なんですね。そして今回彼は国家安全保障長官に、国家安全保障補佐官、ですね、に指名されました。これ昔で有名なのはニクソンの時のキッシンジャー博士、彼がずっと国家安全保障長官やりましたね、長官には国家安全保障補佐官、補佐官ね、大統領の直属ですからね、なんとか省の長官ではない。そしてトランプはウォルツをコンファメーションした。そして彼のミリタリーレコード、つまりそして彼はチャイナ、ロシア、イラン、さまざまな世界のテロリズムに関しての現場の体験もあるし、非常に厳しい態度の発言を下院でも続けてきた。そして彼は、トランプはこういうふうに言ってますね、私のアメリカファースト、アメリカ第一の外交政策の最も強力なチャンピオンであると、ここすごい褒めてますね。そういうことですね。まあ彼はアフガニスタンや中東、アフリカで戦闘経験がある。そして2018年から下院に議会で当選した。非常にこの彼もタカ派、チャイナに対して特に彼は下院のチャイナタスクフォースっていうのがあるんですが、そこで非常に共産党の脅威、これからがアメリカでやってることへの脅威をずっと訴えてきた人で、そしてこれも重要ね、ウクライナに対する支援は非常に懐疑的なんです。この人はこういう人が結構今なってますよ。ウクライナ支援に対して今までみたいにじゃんじゃん何ぼでもやれっていう、まあバイデン国務省、ブリンケン国務省、あのヌーランドおばちゃんいなくなっちゃったけど、あれは全部ウクライナに金やれ何やれね、もう170ビリオンダラーかな、だから25兆円ぐらいですよ。25兆円いっちゃってるんですから、アメリカ国民の税金がね。これにみんなね、共和党トランプに近い人たちが上院下院議員みんなね、人数はね、全員多いかと多くないです。もう、軍産法の手が、もう、ポッケにしこたま金もらってる連中が多いから、議員でもね。共産党、共和党、民主党両方。だけど彼なんかは違って、強硬な、まあ、ロシアにも強硬ですよ、この人は。だけど、ウクライナにこれ以上の支援をすべきじゃない。こういうような立場の人ですね。これが、マイケル・ウォルツ。ですね、でその人その後にですね、あとこの人を最後にしたいと思いますが、クリスティ・ノエム、この人はね、クリスティ・ノエムは今回非常に重要なね、国家安全保障長官、重要ですよ。つまりアメリカの国境を守るという一番重要な、アメリカの国民を命の危険、これ台風とかこの間も来たでしょ、たくさん何百人も死んだ、ああいうものへのね、国の災害やいわゆる国境沿いの警備の最高責任者で、この間までね、ちょっとどうしようもないおじさんがやってたんですけどね、クリスティ・ノエムはやりますね、この人は。サウスダコタの州知事かな。非常にこのサウスダコタっていうところも、うまく収めた人なんですね。そして例のお注射の時もね、しっかりここだけはね、全然社会的ロックダウンとか、ワークの義務化とかまるでやらなかったけど、非常にうまく乗り切った、こういう人ですね。この人がこういった非常に重要な職務に就く。
ですから絶対この金正恩だからね、彼女は、これ北朝鮮の金正恩と会ったことが、ノーグーンバック、これはフォルスクレームですね、まあ、そういうことがあった、ということですね。まあ、あと最後のジョン・ラドクリフにして、まだいっぱいいるんですが、ジョン・ラドクリフ、これは CIA 長官です。重要です。この CIA 長官にね、ジョン・ラドクリフになったら非常に重要です。これなぜかというとね、アメリカの CIA は完全にディープステート。まあ、この言葉使っていいでしょう。グローバリストとも言います。アメリカの中にいる真相政府とかね、隠れた政府なんて、まあ、陰謀論だってすぐ言われるけど、そんなことはない。CIA が今までやってきたことを見れば、少なくとも27回、ね、戦争戦後アメリカの外でいろんな国に出て行っちゃ政府転覆を図った、27回ですよ。 CIA が全てお膳立てした、みんな分かってるんです。アメリカの上院議員外院議員が言ってるんだから、これを共和党系ですけどね、トランプに近い人ですけどね、これらのそのでね、このジョン・ラドクリフがすごいのはね、この人は以前の前彼は確かね、前、国家安全保障長官代行をやった人なんですよね。トランプ政権の時のね。なので、情報、よく知ってる人です。いわゆる、情報の世界もよく知ってるね。この人が新しく CIA の長官になりました。今までの民主党を中心とした CIA のトップどころ、局長クラス、CIA のディレクター、局長と CIA ね、多分ね、ものすごい怖がってますよ。上の上部は。トランプになって。なぜかって、トランプを、FBI も CIA もトランプをね、ガーッと追い詰めて、ないものをあるっつって、捏造してきたのが、ここが中核なんですよ。CIA とか。CIA51 人のメンバーが、皆さん覚えてますか？例の、バイデンの息子、ハンター・バイデンが、いわゆるね、パソコンの中入ったでしょ。もう、あらゆる、とんでもない写真から、そのメールから、ナンマン2っていうね、写真から、で彼がこうやって麻薬やってるのとか売春婦やってる写真とかね、ありとあらゆる出てきて、あの中にウクライナの向こうから金をもらってるとかね、親父がに2割払うとか、あれ全部嘘だって言ったんです。ロシアの捏造だと言った人が53人、 CIA のメンバーがいるって顔写真で出たんですよ。全部ブリンケンが仕掛けた、仕組んだって分かってるんです。そしてだから CIA ってのはそういうとこなんですよ、巣窟なんですよ。それをクリーンアップするために仲をよく知ってるこういう人物がジョン・ラドクリフさんがトランプが指名してクリーンアップを命じた。つまりね、いつものように CIA 長官だけをひっくり変えるんじゃないんです。中にいる中堅幹部で悪いやつがいっぱいいるから、これをクビにするって話です。まあそのずっと中堅幹部以下はね、ほら何も分かんないで、現場の人はいい人も多いんですよ。 CIA も FBI も頑張ってるのが多いんです、現場の人はね。ただその上に来るシャッポから腐ってるのが多いから、これをアドミニストレーティブステープなんて言うんだけどね、まあこれはまた次回にゆっくりしたいと思います。これは今日はこれぐらいにしたいと思います。